ミッキー、ミッキー。何？秘密の話？ピカチュウ。これ秘密の話？え？何？やっぱりいや、ごめん、やっぱりよ。おしゃれは一番気になるやつだろ？おい！いや、俺らのもういい中だよ。ろ？なんだよ。ミッキーって呼ぶのやめろ、お前。ミッキーじゃないの？アマウスでいかないと。アマウス？よろしくね。なんてお前が声するの？僕はプリウスだよ。プリウス。プリウスだ、お前。僕はハイブリッドなプリウスなんだ。えぇ？じゃあ音が鳴らないのかな？かっけぇ。めっちゃ笑ってる。ピカピカピカ。めっちゃ笑ってる。ピカチュウ。ピカピカピカ。やべ、ネズミしかわからない共生言語あんのか、これお前。耳が痛くなってきた。おい、大丈夫か、アルミ。心配だよ、僕は。大丈夫か。心配なら、その笑い方。おい、大丈夫かよ、アルミ。うん。しっかりしよう。うん。救急車。うん。なんでパラダイス行くの。行かないんですか、お前。絶対無理なんだ。あれだ、プリッツさんにコビを売るって動画だから、これコビ売っていきます、今からお願いします。俺にコビを売りつけんなよ。コビ売っていきます。ピカチュウもコビ売ってんのか、お前。ピカピカピカチュウもコビ売ってるらしいですよ、これ。大丈夫ですか、これ。ピカピカ。じゃあ誰が一番コビ売れてるか僕が判定するね。あ、お願いします。俺はひたすらコビを売られればいいのね。あ、ピカチュウすげえいいこと言ってる、100点。うわ、すげえ。なんでそんなお前言語言うんだ、お前。あー、死ねー。おい、やめろって。もう。プリッツさんめちゃくちゃいいっすね、今。あ、すごいリブートカード取って、ありがとうございます。もっと産んないと、もっと壁産んないと。もう最終的にあれだな、もうチャンネル登録してほしいから、プリッツさんの動画見てるみんなチャンネル登録してくれ。最低だよ、最低だよ、最低か、これ。全然、まあ、ここで下がっちゃう、これ。マイナス3億。あ、やべやべやべ。マイナス3億。やべ、プラス3億しねえと。この町中に早く、プラス3億。プリッツさん、かっけえ。ドアー！うるさいな。やばいっすよ、それ。やばいっすよ。ちょいだ。それやばいっすよ。やばい。はい、ではね、ピカチュウの画面でお送りしていきたいと思います。はい。かわいこぶってんねんで、お前、早く行け、お前。助けに来たよ。アルミン。アルミン来た。アルミン来た。アルミン。ハンドキャノンしか持ってねえ。もう大丈夫。アルミン。目ついてんのか、お前。タンクバトルじゃない、これ。プレイヤーの体力とシールドがグッ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 。なるほど、めっちゃいいじゃん。カロピカチュウ。これはない。寝てる。顔の筋肉が疲れる。お母さん死んじゃったのか。え、なんで笑ったの、これ。最低じゃん、お母さん。なんで笑ったの。え、でも一番笑った。僕笑ってないよ。ねえ、ピカチュウ。ピカチュウ。ちょっとよくわかんない。ピカビー。うん、やめて。ピカビー。もう絶交する、やめて。うん、やべっち。喧嘩すんなよ。おい、わかんないからね、言葉が。まあ、全然伝わんない。プリッツさんには聞こえてないのかい？俺聞こえてないよ、全然。ああ。やべえ。所詮その程度か。その程度の戦闘力だったか。別に俺、ネズミの言葉聞き取りたいとか思ったことないから。ぬ。ファンケットヘヨン。行きましょう。ピカチ？チャレンジ行くんですか？いいかい？大木戸くん。うん？なんだ？プリッツに多分、これ聞こえてない。多分、菅田将暉みたいですねって言えば多分、喜ぶよ。はあ、今日暑いな。自然にだよ、自然にだよ、急じゃないよ。あ、プリッツさんって好きな俳優とかいるのかな。はい、はい、俳優さん。あ、菅田将暉に似てます。下手だよ、こいつよ。ピカピカピカチ。やべ、また嫌われちゃって、これ終わったな、これ。これ終わったな、やめろ、お前。ピカチュウも悪口言ってんの、俺に。言ってるよ。ピカ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 。おい、言ってない言ってないって言ってるけど、言ってるよ。死ね死ねって。ピカピカビッチ。俺死ね死ね死ね。ピカピカビッチって言ってるから。そうだよ。死ね死ね言ってんの、ピカチュウ、お前それ。ピカビー。ああ。ピカチュウお前終わってんな。前の撮影でさ、ピカチュウにチョッパーやってもらったんだよね。で、全然似てなかったからさ、一応まあ使わないで置いてやろうと思ったけど、お前公開しちゃうからな。全然似てないチョッパー。公開しちゃう、公開しちゃうからな、お前。終わった終わった、ピカチュウ。だな、お前が悪いから。じゃあ死ぬって言ったんでしょ。言ったよ、もう無理。言ったよって言ってんの。あ、もう無理、もう無理。わしはポケモン博士、何でも言うことがわかるんじゃの。こんな設定あったっけ。え、大木戸ってポケモンの言葉わかるみたいな設定あったっけ。わかるんだよ、お前。わかるのかよ。わかるんだよ。だな。本当かな。菅田将暉のプリッツにはわからんだろうな。ちまったよ、お前。うんこ、きばんなよ、お前。ピカチュウ。ピ
カチュウ暴言がすぎるぞ。あ、じゃあピカチュウこっち来て。こっちこっち。ピカビピカビピカチュウ。こっちこっち。絶対面白いこと聞いてる。ピカチュウピカビ。うん。ピカチュウ。この前立って。ピカチュウ。あ！俺は見ちまったぞお前。こいつが人を殺すこと見ちまったお前。ひでえだろ。なに？だって死んでたんでしょ？ひでえやひでえや。死んでたんでしょ？うん。え、なにやるの？おそないもの。おい逃げ逃げやばい。あ！何もしてねえよあいつ。でもアルミンの声ってプリッツさんできるから正直いらねえんだよな。そうなんだよな、アルミンだよ。あ、すげえアルミンだ。みんな耳がおかしいよ。なんでどうしたの。伝えたいことははっきりしたね。厳しい、やめろやめろ。別にガチ指導で実況者とかでもねえんだから。ガチ指導で草なんだけど。伝えたいことははっきりしゃべれって。思いっきり伝わると思ったんだけどね。うんうん、伝わんないよ多分ね。あのね、どうだろう、あの方言入ってるかな沖縄の。そのせいでちょっと聞き取りづらいかもしれない。ヌー、ヤリンバ、ヤリチン。だからさ、沖縄ヤリチン言うなお前。あのすいません、アマルさん。なになに。あ、コビの売り方教えてください。任せてよ、こうやってやるよ。行くよ、見ててね。プリツくん、なに。今日はご飯何食べたの。ご飯はサバサキヌー。ヌーヤリンバピカチュウ。あ、ピカチュウ、ピカチュウうまいね。ピカリ、うん、ピカチュウわかるの。イエイ、うわ、イエイ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 。違う、今だ、踊りながらこべるんだよ。はぁ、はい、プリッツ須田まさきに、ヘイヘイ、プリッツ須田。プリッツ須田まさきに言うけどさ、俺の顔見たことないのにそれ言われても全然嬉しくないからね。うるせえよ。お前らとやばい、今のやばい。プリッツ須田まさきに、ヘイヘイ。それが、それが、それが、服装のこととか、ほら、今の。あの、プリッツさん。あ、ちょっと待って、ストーム来とか後にして。うん、あ、そういうことか。そういうことか。じゃあ先にグライダーで逃げまーす。やばい。敵います、敵います、敵がいます。敵いるわ、ほんとにいるわ。え、うわっ、固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 っ、どういうモード？自分でモード設定したんだろうが、お前わかんねえのか、そんなことくらい。何今の。あ、プリッツさんかっけえ、神エムだ、かっけえ。ピカチュウ、いいっすね、プリッツさん。アルミ、コビ、解かなくていいの？大丈夫？じゃあ、解こうかな。ちょっと、真似させてもらいます。プリッツさん、はい。須田まさきに似てるって聞いて、ちょっと言いたいことがあります。え、告白か？なんだなんだ？イカチ、ドキ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 、実はずっと前から、ドキドキ、イカ、イカ、自分、顔が米津玄師さんに出ると言われてたので、あの、一緒に灰色とお願いします。一緒にデュエットしたいって？ヌー、デュエットしたいってこと？え、いいよ。え、いいっすか？ブーいいんですよ、いいんですよ、そんなに、そんなにいいんですよ。やばいやばいやばい、待って待って待って、お前ちょっとやめてください、そういうの。なんかめっちゃ硬いんだけど、これどういうこと。やばいやん、これ硬いな、これ。でもやめろって、お前そういうの。おい、めっちゃ当ててんだけど。めちゃくちゃ敵来て、やばい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 、プリッツさんかっけえ。あー、リロー、近い、近い、やべ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 、うまいね。やべ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 、死ぬ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 。まだいける。いやー、やべえ、プリッツさんかっけえ。それやべえよ、うまいこと。うまいよ。うわーうわー、もう倒されたけど、プリッツさんかっけえ。まるで俺の褒めるところが全然ないから。で、ピカチュウが言ってました。で、ピカチュウが言ってました。ピカ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 。で、ピカチュウが言ってました。ピカチュウ。ピカキューが買ってきまきた。買っちゃおうかな、チョッパーの声真似。あ、うん、ピカチュウ、謝れば許してくれるよ。ピカピカ、うん、許してくれる。わかんないけど、ね、めっちゃ流れ的に許すような流れにしてるけど、俺別にわかんないから。ピカチュウの言葉ね、そうそうそう、そもそもとこだから。いや、俺が代弁してやるよ、ピカチュウ。俺ポケモン博士だから何でもわかるんじゃの。ピカチュー、死ねって言ってますこいつ。ピカピカピカ、無理、もう無理。さっき気づいたんだけどさ、もう無理とさ、ゴンフリークスって似てない？ピカピカ